はい、どうもこんにちは。こんにちは。吉本です。ナノです。前回、瀬名さんの鶏肉のお題でちょっと、はい、やっていただいたんですけれども、今回は、誰にしましょう。今回は、はい、原田くんね。はい。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、早速始まりました。はい、暑いですね。暑くなりましたね。暑くなりました、ね、暑いですね、はい、もう何月ですかね。もう5月、もう梅雨ですね。梅雨に入りますね。はい、はい、暑くなりました。なりましたね。もうなんかだん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 食べるのがだるくなってくるような。本当ですか。いや、そのことない。食べたい、食べたいは食べたい、はい、いつも食べたい。食1年間のうちに、1年間のうちで一番食欲なくなる時いつですか。なくなる時、うん、食欲がな、食欲がないなっていう時。ないないんかい。ないです。ずっとなんかほら、暑くなるとさ、ちょっと食べたくなくなるなとかあるじゃん。暑くなると、うん、熱いラーメンが食べたいなって。あ、じゃあいいや。はい、はい、じゃあいいです。はい、いつでも食べたいってことで、はい、健康体ってことでいいんじゃないですかね。一番食欲が湧くのはやっぱ秋ですね。秋、冬と食欲の秋っていうだけで、はい、何が好きですか、食べ物。食べ物は、うん、温かいものが好きです。暑ければ何でもいい。うん、そうとも言いますね。そうとも言うんかい。暑ければ何でもいいんだったらな、味は関係ないってことか。今は、うん、お鍋とか、うんうん、鍋焼きうどんとか、うん、それ冬じゃないの。秋、春、今も好きな食べ物。ああ、そういうこと。はい、お肉とかは、焼肉、よくほら焼肉好きとかあるじゃん、うん、しゃぶしゃぶ好きとかさ、そういうの。私、焼肉食べたいって思ったことないんですよ。あ、そう。俺焼肉大好きだけどね。うん、でお肉嫌いですよね。そう、お肉嫌いなんだけど、焼肉は大好きも難しいです、ね、それはお肉が好きなんじゃなくて、あの雰囲気と焼いて焼く雰囲気とタレが好きなのよ。タレ、そう、焼肉のタレが好きなの。うん、じゃあタレにご飯にタレかけたらいいじゃん。あ、そうそう、それでもいい。それでもいい。うん、それでもいい。でもなんかちょっと炭焼き感があって、ちょっと焼いて、はい、野菜焼いて。でもお肉はそんな好きじゃないけど、やっぱり、うん、ちょっとは食べたいかなとは思う。あ、そうなんですか。うん、脂身とか嫌いで、煮たお肉は嫌いなのね。はい、焼いたお肉は好きかなって、はい、まあ、ちょっと話ちょっと長くなっちゃったんですけれども、じゃあ早速見ていきたいと思います。はい、今回は鶏肉、前回に引き続き鶏肉の使った料理ということで、はい、瀬名さんに続き今回は原田君にお願いしたいと思います。はい、じゃあ早速見てみましょう。はい、はいはい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。です。こんにちは。鶏肉の料理を作ってほしいというオーダーをいただきましたので、うん、今回はですね、鶏肉料理を作っていきたいと思います。頑張っていきます。早速、作ってほしい。余談になっちゃいますけど、身長高いってタイプ。いや、ほら、原田君がさ、どんな、ね、どんな筋肉してるかわからないけど、筋肉ないじゃん、全然。どんな食べ物を食べてるのかなっていうふうに思って、そうそうそう、細いからどういうものを食べて、鶏肉って言ったらどんな鶏肉を食べてくれるのかな、作ってくれるのかな。あ、チャーシュー。へ、チャーシューね。そうなんだ。うん、自分で考えたの、チャーシュー。あれじゃないですか。あ、なんか検索して、検索して、ちょっとでもちょっと待って、鶏肉を使った料理っていうことでチャーシューってありなの。まあ、チャーシューを食べるんだったらありだよね。うん、まさかラーメンとかとか言ってないよね。うん、はい、バレッタついてます。何のバレッタ。あ、それバレッタついてる。何も見ないで作ってるからいつもやってるんですけど、あのフライゼロの撮影の時に泊まり込んだじゃないですか、うん、でみんなで自炊したけど、うん、意外とみんな男の子たち全員お料理できましたよね。ああ、できたね。意外でした、うん、結構作れるんだなと思って。料理ですか。いや、じゃあ紹介しない
見るのも来たんだけど、やらないんですか。やりますか。じゃあ やってください。見たいと思いますよ。本当ですか。うん、やりますか。はい。事務所でちょちょいって作ればいい。私去年の夏ぐらいから味覚と嗅覚がないんですよ。あれ、ルカーと一緒。あ、でもルカー治ったって言ってました。あなた、コロナだね。え、じゃあコロナか。いや、コロナじゃなくてもなるらしい。でもコロナじゃないっすよね、ルカーは。あ、そうそう。コロナで味覚なくしたんじゃなくて、ウイルス性なんでしたっけ。ウイルス性ルカーってやつ。なんで。ラーメンね、ね、あんまりラーメンに鶏肉ってしないですね。何も聞いたことない。そばだったらね、鴨とかね。はい、ってなわけでごちそうさまでした。多かった気がする。どんぐらい茹でたんだろう、麺量。覚えてないですけど、結果としては味が薄かったです。よかったらね、鶏のチャーシューよく漬け込んでから、皆さんも作ってみてください。以上です。原田のぞむでした。バイバーイ。はい、はい、お疲れ様でした。あれ、どうでしたかね。ラーメンじゃんでしたね、うん、ラーメンじゃん。まあでも美味しそうなんじゃない。うん、基本的には、うん、もうちょっとたくさん、そうだね、普段からこれぐらいたくさん食べて、まあ、まあ、そんな、なんか余計なお世話の話になっちゃうけど、もうちょっと欲しいかな。まあでもこういうものを作って食べれるってことですね。そうですね、はい、どうでしたか、うん、うん、どうでしたか。うん、まあ想像通りかなって感じ。味絶対薄くなる。あ、そうですね、そうですね。うん、うん、つけてね、すぐじゃね、うん、染み込まない、ね、美味しくて次も食べたくなる料理って考えると、やっぱり個人的なんだけど、はい、どうしてもちょっと米の料理になっちゃうんだよね。濃い味。あ、濃い味、米じゃなくて、うん、濃い味の料理っていう風に、ね、思っちゃうから、はい、これだとちょっともう最初から見てて、ああこんな感じでフォークで刺して、まあこれぐらいの時間だから、うん、あ、もう薄いだろうなって感じだ。鶏肉を美味しく食べたいって言ったから、ちょっとまあ、うん、鶏肉のお題を出したのはどんなあれだったんですか。うん、いや、あの、豚でも牛でも何でもよかったんだけど、やっぱタンパク質豊富だから、高タンパクだから、はい、鶏肉、はい、やっぱ運動してるからさ、うん、あの鶏肉を使ったって言ったらどういう風な料理があるのかなっていう、その見てる人たちもさ、はい、やっぱ運動してる人たちってそういうのが興味あるかなと思って、うん、こういう人たちが鶏肉って言ったらどんなのかなっていうので言ったんだけど、はい、鶏肉っては何、どんなイメージ。私は鶏肉、うんうん、鶏肉の料理、鶏肉の唐揚げ。そうだよね、はい、もう唐揚げしかないな、ね、唐揚げですね、うん、次も食べたくなるって言ったら唐揚げになっちゃうよね、はい、うん、まあちょっと脂分が多いからと思って、うん、みんなどういうふうにしてるんだろうなと思って、まあ案の定なんかちょっとヘルシーに仕上げる人が多いかなって、ちょっとねやっぱり思ったんだけど、うん、さすがに唐揚げはいないのかな。あげる人、あ、どうですかね。もう俺すぐ唐揚げあげちゃうけどね、そしたら、ね、うん、でっかい唐揚げとか、ね、うん、もうパスタみたいな丸ごとなんだろう、あのヘルシーに仕上げて筋トレしてます、まあまあちょっとディスっちゃうみたいになっちゃうけどね。はい、ということで原田さんでした。はい、はい、以上で、はい、はい、なんか一人一人一周ずつになっちゃうけど、そうですね、まあ、たっぷり頑張ってもらってるので、はい、あの十分いいですかね。はい、はい、じゃあ以上です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また。